はい2020年こんにちは2020年5月31日、5月も終わりとなりました、連続講座、遺伝子生物遺伝子ウイルス、免疫医療、感染症対策の理解のために第18回をやりたいと思います。本日はインフルエンザその2ということなんですが、主に当査の不思議というところに焦点を当てたいと思いまますす私は講講師師を務めます船橋で予備校講師の朝倉と申します。 不思議としての新型コロナ対応関係の発信は、桜ミらみきある公式サイトに載せてありますので、どうぞご覧ください。特に船橋でも19日連続陰性だけとなっておりまして、明日からいよいよ学校が開校されますが、この状態が続き、学校の、えー、感染予防対策も、えー、頑張ってやってきあの、えーま、ガイドラインを作ってまいりましたので、それがうまくい,くいき、学校がうまくスタートすることを願っておりますそしていいいりたいと思います。 本講座では、こういうことであの、特に2番ですね、ゆっくり時間を回数をかけて説明するということで、えー、インフルエンザの2回目としてやりたいと思います。でインフルエンザのまずその、感染の流れなんですが、えー、人の気道上皮細胞に、HA という、えー、インフルエンザ表面の突起を使って貼り付くんですね。気道上皮細胞に CR3 というものがあります。その CR3 に貼り付くんです。 でそのシアル酸などをもまあ、などでから構成されるその細胞表面のウイルスに結合する部分のことをウイルスレセプターと言っています、ウイルス受容体ということですね、ウイルスを、えー、が侵入するアンテナとなっているということですで。ウイルスレセプターを私たちの人の軌道上肢細胞というのが持っているとなん、なんかおかしい感じがします。それは わざわざウイルスのための侵入の窓口をわざわざ、えー、人が作ってあげているのかという,うことなんですけどこれはそ,そうではありません。えー、シアル酸そのものは細胞表面で人のための活動をしよう、まあ、人のための働きをしようとしているわけですが、そこを狙い撃ちして、えー、インフルエンザウイルスがそこに侵入するとっかかりと使うように進化してきたということです。 ウイルスレセプター、分、まあ、かりやすいので、ウイルスレセプターという表現をしているということですね。さて、このウイルスレセプターについて、ちょっと、えー、非常に興味深い話があるので、言っておきます。で、えー、っと、実は人の細胞表面にあるウイルスレセプターも、鳥の細胞表面にあるウイルスレセプターも、先端がシアル酸、そしてその1つ手前がガラクトースという、この2つの糖でできている点は一緒なんですね。 一緒なんですが、わずかだけ違うところがある。それは何かというと、その結合の場所が違うんです。で、実は、えっと、土台、一つ手前の土台となるガラクトースのところの六位。六の位置、一二三四五六って炭素に番号がついてるんですけど、六の位の炭素と、それからここの水産期、あ、に、にの、ところの炭素の水産期が。 結合してるアルファ26結合しているというやつが人の上皮細胞の上気糖細胞の、えー、様子ですそして鳥は同じ素材なんだけど結合の場所が 3, 3の場所に結合するんですね、えー、ということでこっちはアルファ26結合こっちはアルファ23結合と言いますさてそうするとわずか結合の箇所が1箇所だけ違うんですがそれがレセプターの形の違いにつ,つながってきて インフルエンザの,、えーにのまあ、結合性の違いになって、人インフルエンザは α26 結合に結合しますので、人気道上皮細胞に侵入できるんですが、まあ、鳥の細胞には侵入しない、一方、鳥インフルエンザは、えー、鳥の α23 結合に侵入できるけど、人のあの上気道細胞には結合できないということです。 でこの結合できるかできないかの差が、えー、種の壁を越えて他の動物のウイルスが人にはなかなか感染しにくいという原理ですね種の壁ということにつながってきます、はい、ただ実は鳥,、えー、イ鳥インフルエンザに人が高濃度で暴露されると感染することが現象が起こっていますけどそれは実は後でよーく調べてみたら 軌道の上皮細胞にはなかったけど再帰管支援とか肺胞にはあの実は鳥型のデセプターが α ァ2酸結合も混在することが分かってそこに侵入できるということが分かってまいりましたで種の壁というのがありながらも実際はあの人事共通感染症というか、えー、と動物由来感染症が人に入ってくることがあってそれがインフルエンザのパンデミックの原因にもなってるんですね でその,あの,インフあのか過去に起こったインフルエンザのパンデミックの、えーなんてかなえー、話については明日深めますので今日は、えー、その手前でこの糖がわずか1箇所の結合の差で形の違いとかウイルスに対する感受性の違いになってくるということを深めてまいりたいと思います。でまず糖というものの存在なんですが細胞表面に 例えば、真核細胞の表面だったらこう、タンパク質か、まあ一部脂質からも結合しているやつもあるんですけど、こう,こういうふう糖の鎖が飛び出ていることがあります。で、原核生物、細菌類でも、このペプチドグリカン自身の中に糖が含まれているし、それからやっぱりこうグラムイン製菌なんかでこう糖の鎖が出ていることがあるんですね。糖は細胞表面で鎖状の分子になっていることが多いということです。さて、えー、そのじゃあ、糖というのはそもそも何かというか話からしますと。 糖で有名なのが、ブドウ糖、グルコース、カ糖これはあの果物の中に多い,多いので、カ糖と名前が付いているんですけど、フルクトース、そして、まあ、ガラクトースというものが有名です。で、この3つとも実は分子式は一緒で、ヘキソース、まあ、これ、炭素が5つあるので、六炭糖と言いまして、英語でヘキソースと言ってるんですけど、えーっと、分子式で書くと、炭素原子が6つ、水素原子が12個、酸素原子が 個 C H o ということになりますでこれは、えー、まずグルコースが一番基本ですのでグルコースの構造から見ていきますとこう鎖状グルコースの水溶液状中で鎖状の分子になることもあるんですねそれがここが結合して輪っか状環状分子になることもありますでそ,そしてなおかつ面白いことにここのえっとここが回転します このそうすると、ここが回転したときに、これ、ちょっと受け渡しがあって、水産機になるんですけど、水産機が下に出てきたり、上に出てきたりすることがありますで。上に出てきたものを β グルコース、下に出てきたものを α グルコースといってまして、実はブドウ糖は、グルコースは水溶液中ではこの3つの状態が混在した状態で行ったり来たりしています。 ででもベータでもこう5つありますねでこの水酸基のところに、えー、他の分子と結合できる、まあ、結合力がありましてここう5箇所結合できるところがあるのでそれが鎖状になったらさらに枝分かれ状の構造になるという特徴があるというのが糖の特徴ですねで次に加糖とガラクトースを見ていきたいと思うんですが加糖と例えばグルコースとフルクトースを比べてみると ちょっと水産機の上と下が違ってたりしますね、そしてこ、ここに炭素の鎖があるんですよ炭素の鎖の位置がちょっと違ったりするということで、微妙に炭素の位置や水産機の OH の位置が違っているということです。で、古くとはさらに面白いことに、五角形、六角形だけじゃなくて五角形になることがあります。あで、あと3、あの,の特徴として、この五印鑑、六印階の環状構造を作ったときに、ここに酸素原子の えー、加強を作るこことととが多いということですねじゃあ次ガラ,クトースガラクトースとグルコースを比べてみますと、えー、非常にそっくりですそっくりだけどこの水産機が上側になってるということですねだけが違うんですねということで水産機の位置とか場所とか上か下かとかそういう微妙な違いが、えー、分子の性質の違いに 違う異なる糖になっていくということです、すさてその糖とということでもう一つ生物,系で生物の分野で有名なのがペントース、5つの炭素を持つ糖です。1、2、3、4、ここに炭素がありますので5ですねで。このペントースで有名なのがリボースというのとデオキシボース、これが RNA の素材、これが DNA の素材で、やはり水酸化の部分が塩基との結合とかリン酸との結合に関与してまして、DNA、RNA の構造を作っております。さて 等差で有名な話は血液型の差ですね A 型 B 型 O 型の差は赤血球表面の等差の違いですで土台のここまでは一緒なんですけど、えー、ガラクトースにフコースがくっついてる土台まで一緒なんですがそこに ギャルナックをつけるやつが A ですねで、ここにギャルをつけるやつが B です、で両方持ってる人が AB 型という、両方ない人が O 型ということになりまして、まあ、私たちに身近な血液型というのも、赤、え、血、ー、球表面の糖の鎖である、で特にこの,この構造を見てください、あのギャルの周りに3つもあの糖が付き合ってますね、これはさっき言ったように、結合箇所が5つもあるというところで、こういう枝分かれも可能になっているということです。 さてそれでは次に私たちの食品に関係する話をいたします。えっと、実は私たちが日頃食べている食品というのはまあまさにこ,これを使っているわけで、えっと、例えばでんぷんというのがありますけど、まあ、まずでんぷんの流れからいきましょうアルファグルコースが2つ結合するとここにあの水産機と水産機が水が取れて結合するとここに酸素の加強ができます。で 水が取れて結合するので脱水縮合とか縮合1合っと言ってますそうすると麦芽糖になるんですねでそれが繰り返されていってまあ長い鎖ができるのが実はアミロースという直鎖型澱粉ですでこれをまあこれをいこの炭素に番号がついて123456という番号がついてるんですけどこの1番と4番が結合してるので α14 グルコシト結合と言ってます アルファイチロンケルグルグルコシド結合がこう連結していっているのが実はアミロース、でんぷんの直射型のでんぷんですえ。ところがえ、ここの6位のところの水酸気に1位のものがくっつくこともできまして、ここから枝分かれができるんですね。で枝分かれしてできたものが実はアミロペクチンというものです。でこれがちょっと枝分かれ状のでんぷんです。 り粘り気が少ないウルチ米になりこれだとこうネットワーク上を作るので粘り気が出てくるんですねこれがもち米アミロペクチンがもち米になりますということでウルチ米もち米というのは原料はすべてアルファグルコースだけどその、まあ、鎖の,その枝分からのその比率の違いによってもちかウルチかの差が出てくるということですねさて私たちはそれを食べるわけですけどそれを食べるときにこれを逆に水を加えると分解するので えー、その水を加えると分解することを化,化,化学では加水分解、ハイドロライスと言いますけど、これ私たちが日常経験する消化ですね、ダイジェッションです。で、それをする酵素のことを消化酵素と言ってまして、アミロースを分解する、アミローシアミロペクチンを分解するのはアーゼという設備値をつけまして、アミラーゼ、こちらはマルターゼと言ってます。さて、ここからが驚きなんですが、えー、このアルファグルコース。 全く、えー、同じ素材というか素材一緒で水酸菌の位置が上に出ただけの β グルコースというのがありますこの β グルコース同士が一音結合すると実はバッガアトと違う名前の分子でセロビオースということになるんですねセルロビオスでこのセロビオースというものがここがまた隣に結合すると今度はここに 上どうして結合して酸素の滑稽がその上側に出てきましたが今度、下側に酸素の滑稽ができますそうすると上側に滑稽できて次、下側に滑稽、上側に滑稽、下側に滑稽という,ふうになりましてそうやってできたものが実はセルロースなんですね植物の細胞壁のセルロースですでちょっとさっき言い忘れましたがアミロースはこの同じ側にこう炭素の下側に炭素のあ酸素の滑稽があるためにちょっとずつ曲がっていきましてらせん状を構成します、えー あそれともう一つ言い忘れた、この,グこの植物ではでんぷんとしてアミロース、アミロペクチンが混在するものをでんぷんと言うんですが、動物ではアミロペクチン状のように枝分からを作ってグルコースを貯蔵している肝臓に貯蔵しているものがグリコーゲンですで。グリコーゲンというのは肝臓の中で私たちのグルコース貯蔵物質となってまして植物におけるでんぷんと同じ貯蔵の役割をしています。 でその、えー、グリコーゲンを含んだキャラメルを作ったのでグリコという会社の名前がついたんですね。グリコの会社の名前の由来です。さてじゃあ話を戻します。でこの結合の場所が上側になって交互になると直鎖状になる。で直鎖状になると実はえっ、ー、と繊維状になるんですね。でお互い上下の鎖で水素結合もしまして繊維状になります。 これが植物の細胞壁のセルロースという繊維を固いつくんですね。じゃあ消化酵素は何かというと、このセルロースを分解する酵素は、これ、わずか結合の箇所が違うだけなんですが、こっちはアミラーゼに対して、こっちはセルラーゼです。で、こっちもセロビラーゼとセロビアーゼというのがあるんですね。で、つまり結合の箇所が違うだけで、働く酵素も違ってくる。 でなおかつこのセルラーゼというのは私たち持ってません、こっちのアミラーゼは大菌の中にあるんですが、セルラーゼは私たち持ってませんので、えー、と私たちは繊維状の木の筋とか、まあ、あの植物の草の繊維質は食べ,られ、まあ、食べても消化できないんですね。でも消化できないからこそ逆に食物繊維として便通を良くしてくれるという、まあ、逆の側面がありますけど。 私たちはセルラーゼを持っていますただ白アリとか盲腸に矯正している細菌はセルラーゼを持っているので白アリは、えー、木を、えーまあ、砕いてそれを、まあ、栄養分にしてグルコースにしてあの栄養を取ることができるんですねさてあと有名な糖ですけど諸糖はブドウ糖と加糖が結合フルクトースが結合したものですよくそのジュースの表示とかでブドウ糖加糖液糖という表示がありますけどこれはセルロースを加水分解したものということですね それから、えー、ガラクトースとグルコースが結合したものをニュートラクトースと言っていますさてそれでは本日最後の話になります、えっと、消化の話が出てきましたので一番私たちに身近な消化の話を整理しておきたいと思います、えっと、私たちは3大栄養素、まあ、本当は核酸も消化少しするんですが3、まあ、大要素としてはその、えー、炭水化物とそれからタンパク質と脂肪を3、まあ、大要素として消化をしています でその時の消化の流れなんです基本的に消化というのは、鎖状に結合した分子をバラバラに砕いて、単独にさせ、それをあの小腸の重トッなどで吸収するんですね。で、その、これも加水分解です、加水分解の流れで、例えばでんぷんなどはまず唾液のアミラーゼで分解して、マルトースにします。だから甘みが出てくる、マルトースも甘みもしますので,で、そしてそれをさらに水液のアミラーゼで分解して、完全にバラバラのグルコースにして吸収すると。 ただ、初糖は、えっと、これ、書き忘れましたけど、スクロース諸糖ですね砂糖です。砂糖は、唾液とか胃液とか分解されずに、腸液で初めてスクラーズというやつで、えー、グルコースとフルクトースに分解します。で乳糖というのは、まあえー、これも腸液で初めて、ラクターズでラガラクトースとグルコースに分解します。 に日本人はこのラクターゼ活性が弱い人がいるので、牛乳を飲むとお腹の調子が悪くなる人は、このラクターゼの活性が低いということですね。さて、それでは次に、タンパク質なんですが、タンパク質はアミノ酸の結合体です。このもう徐々に鎖を区切っていくんですが、胃液でペプシンで、まあえーまあ、壊しまして、ペプトンになります。 でそうすると今度キモトリプシンとかトリプシンで壊し,してもうちょっと短い鎖ポリペプチドになりますで。最後にペプチダーゼというやつで分解してアミノ酸にするんですね。で最後脂質。脂質はあ脂質の中で特に脂肪です。で脂肪グリセリンと脂肪酸の結合したものこの前こういうリぼり方構造て言ったんですけど。 鯉のぼりの支柱に3匹の鯉のぼりが泳いでるような形をしているんですけどこれ、なかなか唾液でも液でも消化されずに水液で初めてリパーゼというものが出てきます、まあ、腸液でも追加出てきますけどでそして実は脂肪は消化する手前で乳化という行為を言います単純にあるコレステロール分なんかも使いながら少し、えー、脂肪の塊を、えー、あのミセリ状にしていくんですね、この前出てきたのミセリ状にしていきまして。 えー、少しこう細かく砕く現象のことを物理的に細かく砕く現象のことを乳化と言っていますそしてさらにここの結合を切るのがリパーゼの働きで脂肪酸とグリサイジンにして吸収するということですねで消化というのは水を加えて分解する加水分解の流れの中にすべてあり基本的には鎖状分子をどんどんとバラバラにして細かくしてき それを私たちが吸収するということです。で本日はえっとここの人と鳥のレセプターの違いがわずかな、えー、結合の差であると。でこの結合の微妙な差が特に糖のあの特徴であり、微妙な差が食物の消化の差とか、えー、食物あのそういうものにつながっているという話をしました。でいよいよ明日は、えー、インフルエンザの過去の あのパンデミックの、えー、歴史の背景にある、この、えー、ちょっと今日は種の壁を越えるのは難しいという話をしたんですけど、種の壁を越えて、まあ、これ、鳥と人しかここでは書いてませんけど、豚なんかも関係しまして、あと鳥というのは、鶏だけじゃなくて、インフルエンザの一番のプールは、カモですね。でカモかららそしして豚人ななどが連関しなが連 あの新しいタイプのインフルエンザウイルスが、えー、来たという歴史と、まあ、それに対して人間の側がどのように対抗してきたかという、えーまあ、そして今、インフルエンザとは基本的に強制ができる形になってますね、まあ、た確かに手,手強いインフルエンザが出る可能性もあるんですが、基本的に季節性インフルエンザとは、あのまあ、人間社会はある程度制御できる形になってますので。 まあ難しいですけど、そう簡単ではないと思いますけど、新型コロナに対してもやがてインフルエンザ、えー、ぐらいの制御ができていくことが、えー、当面の目標だと思いますが、まあ、その基礎として、えー、よく解明が進んでいるインフルエンザについて、明日は、その小変異と大変異ということを両方説明したいと思います。本日はごご清聴ありがとうございました。